で、どうするんですか、これから。どうって、コスモス放っておけないでしょ。勝手に動いてるのよ、あの子。ボークリンデでの起動試験が終わったら、第二ミルチアの2局に引き渡して、それから休暇の予定だったのに。船長みたいなこと言って、まあ、済んだことぼやいても始まらないって。とにかく本社に状況を連絡して指示を仰ぎましょう。しばらくはここの連中と一緒ってことか。何？どういうこと？何か怪しかったんで、この船の船籍調べたんですよ。連中、空海ファウンデーションの関係者ですよ。まずいですよ、あそこは。ミュータントの巣窟って噂じゃないですか。追って巻いたみたいですね。ああ、モモが制御系に直接リンクしてくれたおかげだ。どういたしまして。あ、UMN パルス受信しました。これより連邦主星フィフスエルサレムへ長距離ジャンプします。モモ、小委員会本部へは戻らない。どうして？君の行き先は第二ミルチア自治政府だと聞いている。すまない、そういう命令だ。わかりました。ミルチア太陽系圏進路変更固定します。全員床に捨てろ。本施設はただいまより我々ユーティック機関の制圧下に置かれる。少しでも抵抗の素振りを見せた者は理由の遺憾にかかわらずその場で即刻射殺する。だが抵抗さえしなければ生命の安全は保証しよう。機関らの協力を期待する。あの時のアーキタイプなのか。
前は。あのお部屋に行ってもいなかったから、お腹空いてるんじゃないかなとか。何してたんですか？こいつを見ていた。コスモスを？銃を持って？これはクソだ。そっか、軍人ですものね。私も一人知ってます、そういう癖の人。いつも刀を持ってニヤニヤしてるんですよ。危ないと思いません？そうだな、刀は危ないな。グノーシスを相当するアンドロイド、とてもそうは見えないな。ええ。この子、兵器なんですよ。これでも。そうだろうな。ボークリンデを出る前、バージル注意と言ったが、彼はこいつの戦闘アルゴリズムに殺されたんだろ。君を責めてるわけじゃない。理論、理屈、人はそれで殺されていく。よくある話だ。この子があんなことをするなんて思ってなかった。基礎理論は君が組んだんだろ。ええ、一応。私の娘、友達かな。そんな風に思っていたのに。そうか。どのみち注意はあの状況では助からなかったと思う。ありがとう、気遣ってくれて。うん、綺麗に食べてるんですね、さっきから。ん、ああ、正確さ後付けだがな。あの、ボークリンデには何で乗ってたんですか？なぜそんなことを聞く？なんとなく。あそこの舞台の空気とアンドリュー中佐って違っていたから。ボークリンデは急遽寄せ集められた舞台だ。それに軍人だからな、いろいろある。軍人ですか。ここまで起動できるものとは正直驚いたよ。機銃の制御をそちらに回します。射撃をお願いできますか？了解した。そのくらいしないと護衛の意味がないからな。